2024年第1回日本語能力試験懲戒 N2 <番>問題11番大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか 中村くん、シンポジウムのポスター、掲示板に貼ってくれたんだね。ありがとう。ええ。他に僕がやっておくことってありますかマイクとか会場の準備は前日にすればいいし、当日のスタッフ用のスケジュール表。これないから欲しいな。今週中にお願いしていいあ、はい。それから、一番大事な当日配る資料。コピーまだなんじゃない 100部だよね。あ、それなんですけど、発表者の方からの資料、まだ全部集まってないんですよ。そう。皆さん、お忙しい方ばかりだから。私から発表者に資料を送ってもらうようにすぐに連絡をするから、集まり次第コピーしよう。週明けには出してもらうようにするね。はい、わかりました。 男の学生は、この後まず、何をしますか二番スーパーで、男の店長と女の店員が話しています。女の店員は、この後まず、何をしますか おはようございます、森田さん。今日は一部の商品に値引きシールをつける作業をやってくれることになってたね。あ、はい。準備してます。えっと、忙しい時に悪いんだけど、倉庫に行って南コーヒーの豆、何袋あるか数えてきてくれる数が少なかったら、今日中に注文しないといけないんだ。あ、わかりました。急ぎですかああ、そのシールを貼る作業が終わってからでいいから。 袋の数を数えたらメモを私の机の上に置いといてわかりましたお客さんがレジにたくさん並んでるから私もすぐレジを手伝わなきゃいけなくて値引きシールをつけた商品をレジの横の棚に並べるのは明日の開店前にみんなですればいいからじゃあよろしくね女の店員はこのあとまず何をしますか 3番？出版社で女の人と男の人が話しています。男の人は何の写真を撮らなければなりませんか？すみません、雑誌に載せる蕎麦屋の写真を私の代わりに撮りに行ってくれるそうで、ありがとうございます。あはい、緑駅前の蕎麦屋さんですよね。はい、えっと説明しますね。この雑誌では通常は？ お店で一番の人気料理の写真を撮らせてもらうんですが、今回この写真はお店から提供していただくことになっています。はい。わかりました。それから、店内の様子の撮影については、お店に許可をいただいています。お客様が映り込まないように撮影をお願いしますね。調理する人の写真は、店によっては掲載しますが、こちらは掲載不可とのことです。はい。 外から見た入り口の写真は天候に左右されるから先日天気が良い日に済ませてきましたので結構です。よろしくお願いします。わかりました。男の人は何の写真を撮らなければなりませんか 4番、日本語学校で女の職員と男の課長が話しています。女の職員はこの後まず何をしますか課長、明日の卒業パーティーについてですけど、あとは何をしましょうか卒業生の皆さんに渡す記念品は袋に入れてくれたまだ届いていないんですよ。あ、記念品の納品は3時だったね。 あと一時間か。それじゃあ、会場の入り口の花瓶、あれをステージの上に運んでくれるはい、花瓶ですね。それと、記念品の到着を待ってる間、出席者の名前を書いた紙を椅子に貼ってくれないそうだ、忘れないうちに言っとくけど、明日の朝一番に、卒業生代表のグエンさんと挨拶のリハーサルをお願いね。はい、わかりました。 花瓶の移動なんだけど落とすといけないから記念品の準備の後で私と一緒にやりましょうかはい女の職員はこの後まず何をしますか 5番大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後何をしますか田中くん聞いて。昨日自転車駅前に停めてたんだけど乗って帰ろうとしたら自転車がなくて置いといた場所の地面に駐輪禁止区域のため移動しましたって紙が貼られてたんだよ。 駅前は駐輪場以外には止めちゃいけないんだよ。そうなんだ。どうすればいいの自転車、警察に取りに行くの警察じゃないと思うけど、貼られてた紙に預かり場所を書いてなかったよく読まなかった。えっと、そしたら、市役所のホームページに書いてあるから確認して。取りに行くならそれからだよ。わかった。確か、 身分証明書がいるよ。あ、あとお金もいる。自転車受け取るとき払うよ。お金払うのうん。自転車の預かり料だよ。女の学生はこの後何をしますか 問題21番テレビでアナウンサーの女の人がパン屋の店長にインタビューをしています。店長はどうしてパン屋を始めたと言っていますか店長の山本さんです。こちらのお店の手作りのパン大変人気ですが、 山本さんご自身は以前会社員をなさっていたんですよねはいこの店はもともとパン作りが好きな母がやる予定だったんですが店を出す準備をしている途中で母が病気になってしまいました母はずっとパン屋をやりたかったので店を諦めることをとても残念がっていたんですよそれでやってくれと言われたわけじゃないんですが僕がなんとか形にしたいと思いました それまでパン作りのご経験はあったんですかいえ全くなくってパン作りは専門学校で一から勉強しました卒業する前に母は亡くなりましたそうでしたか母のレベルにはまだまだなんですが美味しいパンを地元の方に食べてもらえるように頑張っています店長は どうしてパン屋を始めたと言っていますか。二番。うちで。女の人と男の人が話しています。二人は。引っ越しの値段を安くするため。どうすることにしましたか。 引っ越し会社に引っ越しの見積もりを出してもらったけど、予算よりかなり高かったよ。今の時期はどこの会社も高いんだね。荷物の量と移動距離で料金を計算するから、荷物を減らせば安くなるって。そう。うーん。大きい荷物を減らそうか。えー、っと、大きいものって言ったら、ソファー、冷蔵庫、本棚だね。 本棚は分解できるよ。ソファーはあまり使ってないし、欲しい人にあげてもいいかもしれないね。それもそうだね。あ、冷蔵庫は古いし、この際売って向こうで新しいの買うええー、冷蔵庫はまだ使うよ。あ、そうだ。親戚のおじさんがトラックを持ってるから、おじさんに手伝ってもらって自分たちで荷物運ぶ荷物の積み下ろしって結構大変だよ。 やっぱり引っ越し会社に頼んだ方がいいんじゃないかなうーんそうだね安い引っ越し会社は見つからないだろうし費用を抑えられるようにあんまり使ってない大きい家具のもらい手を探そうかうんそうだね二人は引っ越しの値段を安くするためどうすることにしましたか 三番会社で男の人と女の人がアンケートについて話しています女の人はアンケートに何を書くと言っていますか女の人です働き方の改善の社内アンケート調査もう書いた改善すべきことがあるかって聞かれても すぐ思い浮かばなくて。そう。残業代のアップも私たち社員が声を上げたから実現したし、言うべきことは言った方がいいんじゃない私は、有給とかの休暇の取得申請、もっと簡単に申請できるように改善してほしいんだよね。ああ、そういうこと書けばいいんだね。そうそう。私はそうしようと思ってる。あ、そういえばこの間。 在宅での勤務を今週二日可能だけどもっと増やしてほしいって言ってなかったそうだそれを書こうあと社内のパソコンを新しくしてほしいんだよね今の古くってパソコン今年度中には買い替えるって聞いたよあ、じゃあいいね女の人はアンケートに 何を書くと言っていますか四番女の学生と男の学生が毎日着る服について話しています。男の学生は女の学生にどうしたら一番いいと言っていますか 岡田くんファッションの勉強してるから教えてほしいんだけど、私毎日どんな服を着たらいいのかわからなくて、ファッション雑誌見ても自分に似合うかわからないし。雑誌は参考になると思うけど、そうだね。あ、インターネットで毎月洋服を送ってくれるサービスって知ってるプロがその人に似合いそうな服を選んで送ってくれるんだよ。気に入ればそのまま買い取れるし。 気に入らなければ返せばいいし。ああ、それ友達がやってた。でも私は送り返すのも面倒だなあと思って。うーん、僕は毎日シンプルな服を着てるよ。制服かっていうの白いシャツに黒いズボンっていうスタイル。そういえば、岡田くんって大体いつもそうだね。でも学校の制服みたいに単調にならないのは、 小物をうまく取り入れてるからなんだね。そうかな。あ、佐藤さん、リサイクルショップに行ったことある種類がたくさんあって、デザインも色い々ろいろ選べるし、気に入るものがあるかもしれないよ。中古か。ちょっと抵抗あるな。そう。じゃあ佐藤さんにはやっぱり、僕と同じ方法がおすすめだね。 男の学生は女の学生に、どうしたら一番いいと言っていますか五番テレビでアナウンサーの男の人が女の人にインタビューしています。女の人が今の会社に転職した理由は何ですか 今の会社です。今日は転職を経験されている会社員の内田さんにお話を伺います。あ、はい。私は2回転職経験があります。転職というと、経験を積んでそれを活かし、より給料のいいところに移っていく人もいますけど、どちらかというと、 現状に不満や不足を感じて、居心地のいい場所を求める人が多いように感じます。私の最初の転職がそうでした。そうですか。現在は友人が新しく作った会社に入れてもらったんです。前に勤めてた会社に何か不満があったわけじゃなく、新たな世界を見てみたいと思っていた時だったので、分野は全然違うんですけど、やりがいがあります。 そういう理由もあるんですね女の人が今の会社に転職した理由は何ですか六番子供のサッカークラブのコーチが クラブの紹介をしていますコーチはこのサッカークラブでは特にどのような力を持った選手に育てたいと言っていますかサッカーで勝つためにはボールを正確に蹴る高い技術力や足の速さなどの高い身体能力はもちろん精神力の強さも求められますまたいつ どのようにプレーするかを正しく選択する判断力も不可欠です。個人個人に高い技術力や身体能力、精神力があっても適切な判断ができないとチームの勝ちにはつながりません。ですから、このクラブでは特にこの力が身につくよう選手を育てることに力を入れています。 コーチはこのサッカークラブでは特にどのような力を持った選手に育てたいと言っていますか問題31番ラジオで歯医者が話しています歯は毎日の生活と関わっています歯が健康で物がよく噛めれば消化を助け 全身に栄養を届けることができますまた歯があるおかげで発音ができ会話ができますこのほか体の姿勢やバランスを保ったり豊かな表情を作ったりなど食べること以外の面でも歯の存在は不可欠ですね歯医者は何について話していますか 一、歯の構造。二、歯の役割。三、歯の正しいケアの仕方。四、歯の病気の原因。二番。 講演会で鉄道の写真家が話しています私は鉄道の写真を撮るためにいろいろなところへ行きます。行く先々で鉄道ファンの方に会うとどうやったらうまく撮れますかと聞かれるんですが私は反対に写真で何を伝えたいですかと尋ねるんです。シャッターを押すタイミングとか 列車と風景をどんなバランスで撮るかとか上手に撮影するテクニックはいろいろありますけど少しぐらい下手でも構わないんです一枚の写真の中に季節感や感動的な風景など何を表現したいかを意識して撮ることで全く違った写真になると思うんです 鉄道の写真家が伝えたいことは何ですか 1, 1鉄道の写真を撮るときに大切なこと 2, 2鉄道の写真を撮るのに良い場所3鉄道の美しさを表現する楽しさ4 鉄道の写真を上手に撮るテクニック。三番。テレビで工業デザイナーが話しています。中学一年の時、視力が悪くなり、眼鏡が必要になりました。眼鏡屋さんに行ったのですが、気に入る眼鏡が見つかりませんでした。 仕方なく一つ買ったんですが、自分の気に入らないメガネをかけるのは耐えられませんでした。同じ頃、友達の家で出されたジュースのコップがすごく綺麗な形で感激しました。有名なデザイナーがデザインしたコップだったのですが、ちょっと形を変えるだけでこんなにおしゃれになるんだと驚きました。今思えばデザインということに 初めて興味を持ったのがこの頃でした工業デザイナーは何について話していますか ?1 メガネを買う人へのアドバイス 2, 2人気があるメガネのデザイン 3> 3 おしゃれなデザインのポイント4デザインを意識し始めたきっかけ4番ラジオでタレントが話していますタレントの仕事を始めて30年が経ちましたありがたいことに いろんな仕事をいただき充実した日々を送っていますただ仕事が多すぎて時間管理の必要性を感じます限られた時間の中でやりたい仕事を全部はできないのだから何をするかの優先順位をつけてできることを確実に進めできないことは諦めるということを意識して生活しています タレントは何について話していますか 1, ?1 時間を上手に使う工夫 <S 2, 2 <S 仕事の楽しみ方3自分の仕事の内容4自分の計画性のなさ 5番。ラジオで俳優が話しています皆さんは旅が好きですか旅といえば遠いところに行くことだと思う人もいるかもしれませんが僕は例えば電車で一駅手前で降りていつもと違う道を歩いて帰るのも旅だと思うんです。距離ではなく移動そのものが重要なんです。 目的地に到達するまでのいつもと違った過程を楽しむそういうのも旅だと言えるのではないでしょうか俳優は何についいてて話していますか1旅の思い出 2, 2一人で行く旅の計画 三。旅をすることの重要性。四。自分が考える旅というもの。問題四。一番。今日中に漢字二十個覚えるなんて。無理に決まってるよ。 1, 1. 頑張ればできるんじゃない 2. 2楽にできるって思ってるんだね。3. 簡単に覚えられてすごいね。2>, 2番。課長、明日の会議の資料ですが、ご覧いただけないでしょうか。 一。1 1> 資料。見てくれるんですね。二。<2 S 1> 資料は私が作っておきますね。三。<3 S 1> 資料。見ておきます。三番。この会社。経験者に限らず、応募できるって。 1、1> 募集は経験がない人だけなんだ。2>, 2、経験がなくてもいいんだね。3、やっぱり経験がないといけないのか。4番、僕が出張の間、庭の花の水やり、毎日欠かさないでね。 1, 1じゃあやらないでおくね 2, 2忘れないようにするね3水毎日やっちゃダメなんだね5番履歴書の提出もう少しで締め切りに遅れるところだったよ

1, 1自由に話していいんですね。2, 2ここに書いてあるように話すんですね。3パンフレットに関係なく話すんですね。7番今日の午後商品発表会で話すんだけど。 緊張のあまり食欲もないよ。ずいぶん落ち着いてるんだね。2> 2そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。少しは緊張感持たないとダメだよ。8番。 今日の会議でのプレゼン、先輩が休みだから私がやらざるを得なくなって。1、1> プレゼンやらなくてよくなったの 2>, ?2、プレゼンできて嬉しいんだね。3、そういうことなら仕方ないね。 番今日のお昼の定食食べ応えあったよね。ほんとお腹いっぱいになったね。2> 2そうそうあれじゃ足りない人多いよね。3確かに量が少なめでちょうどよかったね。 10番。店長、山田さん、配達の仕事を頼まれたらやらないこともないって言ってました。1。1> 他の人を探さないとダメだね。2>, 2。山田さんに断られたか。3。じゃあ、お願いしてみようかな。 11番、来年からの留学先、迷った挙句初めに思ってたとこにしたよ。1>, 1、いろいろ悩んだんだね。2、2> すぐに決められたんだね。3、少しは迷ったんだね。 問題5 1番地域のボランティアグループのリーダーとメンバー2人が話しています僕たちが市と協力して定期的にゴミ拾いをしている東公園ゴミを置いていっちゃう人が多いよね何か対策を考えて市役所に提案しようと思うんだお菓子の袋とかペットボトルとか置いてっちゃう人がいるんですよね 市の方針でゴミ箱は置かないことになってるからね特にゴミが多いところから対策を考えた方がいいんじゃないですかゴミが目立つところに花壇を作るとか他の公園で花壇を作ったらその周りはゴミが減ったそうですよゴミが多いのはベンチの周りだよねあそこに花壇を作るのは難しいんじゃないかなじゃあ代わりにベンチをもっと明るい色にして 花の絵も描いたらどうですか綺麗でちゃんと手入れされている印象があるとゴミを置いていきにくいと思います。なるほど。私は公園全体を考えた方がいいと思うんですが、ゴミを持ち帰りましょうって書いた看板を増やすのはどうですかうーん、すでにいくつか建ててあるから、今以上に増やす必要ないんじゃないかな。あと、私たちボランティアが見回って、 ゴミを持って帰ってて帰もらうようよに直接声をかけるるのも効果があると思いますけどボランティアの負担が大きくなるのはちょっとねうーんまずゴミが多いところからなんとかしよう花壇を作る代わりにっていうアイディアがよさそうだね市役所の担当者に早速提案してみよう公園のゴミを減らすため 何を市役所に提案することにしましたか ?1、1> ベンチの近くに花壇を作ること。2>, 2、ベンチを塗り直してきれいにすること。3、看板を立てること。4、公園を見回ること。 2番港で行われているイベントでアナウンスを聞いた後女の人と男の人が話しています本日は桜港祭りにお越しいただきありがとうございます会場は4つに分かれています各会場についてご案内いたします中央会場では今朝採れた魚や貝を その場で焼いてお召し上がりいただけます。こちらはなくなり次第終了いたします。南会場では初心者向けの釣り教室を開催しています。道具の貸し出しはもちろん餌の付け方などもお教えいたします。東会場では海の生き物が観察できます。地元の海の生き物を 間近で見ることができお子様も大人の方もお楽しみいただけます西会場では新鮮な魚介類を販売しておりますぜひお買い求めください新鮮な魚美味しそう亡くなる前に早く行かないえ、早速買い物先に買っちゃうと持って歩くの大変じゃないあ、そっちじゃなくて 自分たちで焼いて食べられるって方、買い物は最後にしようよ。ああ。じゃあ、まずはそこに行こう。それから、近くで生き物を観察できるっていうのに行かないいいよ。釣りはいいの好きでしょ今日もやりたいんじゃないうーん、初心者向けって言ってたから、今日はしなくていいかな。

これで懲戒試験を終わります。